はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですけども、設問1から設問3に分かれていて、で配点割合が出てますよね。40、35、25と。まあ、だから分量調整はこれに従ってやってくださいということになります。で、まあ、設問ざーっと見ていただくと、設問さんがですね、明らかにこれ家族法の問題聞いてるんですよね。まあ、遺言うんちゃらかんちゃらって書いてあるから、これはまあ相続法の問題なのかなというところでね、まあ、嫌だなというような感じだとは思いますけどね。ただまあ配点が25ですからね、まあ、そんなに焦らない方がいいかなと。まあ、守れればいいかなって感じですかね。まあ、例えば25分の10とか、それくらい取れれば十分かなって感じですよね。で結構まあ実際検討の人はちょっとややこしいので、難しいんですよね、設問さんはね。なのでまあ本当守りの姿勢でいいんじゃないかと思います。で、設問1にはそんなに難しくないですね。まあ、典型的といえば典型的だと思います。論点的にもよくあるパターンになってきますので、なので、まあ、難しくないかなという感じですね。ただ、まあ、設問1は皆さんがね、一般的に苦手にするであろう、まあ、特定であったりとか、危険負担だったりとか、あとは受領地であったりとか、まあ、そのあたりが聞かれてるんでね、まあ、ちょっと解きにくいなっていうふうに思った人はいるかもしれませんが、まあ、典型的といえば典型的かなといった感じはしますよね。はい、まあ、全体的な難易度は高くないと思いますね。まあ、設問1、設問2で配点75点あるわけですから、ここでしっかり取れればね、まあ、設問3で多少取りこぼしても、そんなに大けがにならないと思いますね。で、設問1からいきましょう。事実1から9までを前提とし、事実9の本件売買契約に基づく代金支払い請求は認められるかとですね。で、事実9のところを見ると、B は A に対して本件売買契約の代金50万円の支払いを求めたが、A は B が松茸 5kg 引き渡すまで代金支払わないと。なんか同時以降の公弁権っぽいこと言ってますね。で、これに対して B は一度きちんと松茸用意したというふうに言ってます。まあ、履行提供なのかなって感じですよね。応じられないというふうに反論してます。ただこれ実はフェイクでして、ちょっと意地悪いなって感じするんだけども、いかにもね、これだと今言った同時以降の公弁と、それに対しての履行提供っていうふうな話をね、してほしそうに見えるんだけれども、採点時間とか見るとね、それはほとんど問題にならないんだから、だからその書くとしても本当ちょっとだけでね、それを大展開するのはけしからんというようなことが書かれてるんですよね。まあ、だったらこんなこと書かないでほしいなと、問題文にね。そんな気がしますけどね。単純に支払いを求めた以上っていうふうにね、問題文を終えてもらえれば、まあそれでよかったと思うんだけども、なんかこのね、A とか B の主張が書いてあるので、なので、まあちょっと迷っちゃうっていう人がね、いたかなと思うんですね。まあ、検討していけば実際同時履行の公弁ってほとんど問題にならないんですけども、だったら書かないでほしいなという感じはしますけどね。はい。ちょっと意地悪な問題だなって感じはします。さて、で、請求と法的根拠はもう分かっています。ので、A の側からですね、これに対してはどういう反論ができるのかというところをね、これを探していけばいいんです、問題文からね。まあ、主張反論でね、考えていくっていうのは民法の基本になるからね。ただ、これも困ったことに、採点実感見ると、なんか主張反論で書くのはけしからんというようなことがね、書かれてて、うん、まあ困ったなって感じですね。まあ、大体私なんかもね、受験指導をもうずっとやってますけども、まあ、民法は主張反論で書いてくださいというふうに言ってたのに、採点実感でね、否定されちゃいましたんで、今後どうしようかなって感じですよね、ちょっとね。採点実感の一番最後の部分のね、4の直前のところに書いてあるんだけどね。法科大学における今後の学習において望まれる事項の前の2段落くらいで、その主張反論型で書いたら読みにくいからやめてくれというようなことがね、そういうふうに書かれていて、まあ、困ったなって感じなんですけどね。まあ、多分主張反論型で書くってこと自体を否定してるっていうよりは、その読みにくかったからなんか腹立ったとか、そういう多分レベルだと思いますけど、まあ、ちょっと困ったなって感じではありますね。はい。まあ、ただ考えるその思考プロセスとしてやっぱり主張反論で組むのが一番やりやすいので、そこから行くのがいいと思いますね。はい。で、まあ、なんかないかなって感じで上から見ていくんだけども、事実の2のところでね、本件売買契約の内容が書かれているよということです。松茸5キロ代金50万円で、取引してまして、で、それで、引き渡しなんだけども、平成29年の9月の21日の夜に、B 所有の乙倉庫ですね。で、これ代金の支払いと引き渡しすると。まあ、B っていうのはこれ売り主ですから、これは取り立て債務ということになりますよね。取り立て債務と。一応ね、僕らは取っとくんでしょうね。はい。で、それからですね、事実の3以降ちょっと見ていきますけれども、事実の3のところでね、なんか、市が出てきますね。で、秋の収穫期に毎年雇ってると、なんか立候補者なのかなという感じでね、まあ一応メモだけ取っとくんでしょう、最初にね。で、それで、その後なんですけれども、この松茸収穫した倉庫に運び入れて、で、箱詰めした上で、引き渡し準備が整ったっていうふうにして、に電話していると。まあいかにも特定が問題になりそうですね。なので一応メモだけ取っとくんですよね、問題文読むときね。特定とかっていうふうに、この端っこに読むだけ取っておくんですね。ただまあその特定をどうやって使うのか、まだこの時点では分からないはずなんで、とりあえずメモを取って先に進めます。そんな感じでやってくださいね。はい。で、その後なんですけれども、A がですね、引き取れようと思って、そのね、高トラックっていうのがあるんだけども、この高トラック、
ですね。これ出かけようとしたらコートがなくなっちゃったということですね。まあ、これは事実のね、2以降っていうか、ローマ数字の2ですね。事実の10、10って言った方がいいかな。10以降で問題になってくるんだけど、それはちょっとまた後からやるとして、コートがなくなっちゃったっていうことで困ったなというわけで、B に対してですね、まあその事情を話したと。でそしたらここがちょっとね、またミスリーディングというか読みにくいんだけど、B からしばらく待機しているというふうに返答があったって言うんですよね。だからこれはどういう意味なのか。まあ、なんか取り方によってはその引き渡し期日っていうのも少し延期してあげてもいいよという趣旨なのかもしれないんですよね。だからちょっとこの辺はよくわからないなという感じです。まあ、そういうふうな認定をすると採点実感でけしからんと、ね、それは事実の見方としておかしいんだ、けしからんというふうに書いてあるんだけど、まあ、だったら変なこと書かないでほしいなという感じはしますね。な問題の作りとしてちょっとどうかなっていうのはありますね。でしかもその後ですね、 A が、その今日は引き取りに行けないんだけど具体的なことは翌朝に改めて連絡するっていうふうに言って B に伝えてるんですよね。でこれ B は普通は何言ってんだお前バカじゃないかって話になると思うんだけど、だけどそういうわけでもないんですよね。何も言ってないと。しかもさらにその5のところで見ると、D がですね C に対してちゃんとね、ちゃんと管理しなさいと、施錠を二重にしなさいというようなことまで指示してるんですよね。まあ、このあたりなんかを見ると、それなんか全館注意義務っていうものを B がその積極的に追ってるようにも見えるんですよね。この辺の事実をだからどう使ったらいいか本番迷った人はいたのかなというふうに思いますし、私も実際最初この問題見た時はそう思いましたね。まあ、このあたりの事情を使って、これがだから特殊性なんで、まあ、普通だったらね、その重量地帯の問題で例えば注意義務が軽減されますとか危険が移転しますとかそういう話になるんだけども、まあ、そうじゃなくてね、このまあ B の態度から例えば引き出し期日のね、その延期の合意であったりとか、まあ、あるいはその全注意義務のね、軽減というものの放棄、そういったものを書かせたいのかなというふうに思ったんだけど、採点実感とか見るとそうじゃないと、むしろそんなこと書いたらお前らけしからんというようなね、そういうようなことまで書かれていて、まあ、ちょっとなんか問題文の作りとしてね、意地が悪いなという感じですよね。まあ、こんだけね、わざわざ書いてあるので、なんか触れてほしいのかなと思うんだけど、それ触れたらいけないということなんですよね。はい。ということで、まあ、一応ね、事実の5のところで、その B がまあしっかり管理しろというふうに C に指示してるんですよね。はい、でその後、事実の6のところで、翌朝にね、まあ、引き取りに行きましょうという話になるんだけどね、この時もね、特に何も B 言ってないんですよね。まあ、普通だったらもう取りに来るね、その期日は過ぎちゃってるわけですから、だからまあなんかね、B が怒ってもおかしくないのかな。普通の問題だと B が怒ってですね、まあ、A をお前何言ってんだとバカじゃないかというようなことがね、問題も出てきたりするんだけど、この問題違うんですよね。この問題は B は何も言ってないんですよね。それもなんかちょっと変だなって感じはしますけどね。はい、まあ、いや、で、まあ、B を一緒にですね、B と一緒にその落ち倉庫に行ったと。ね、で、ただその落ち倉庫がですね、まあ、扉が開けっぱなしになっていて、収穫した農作物がなくなっちゃったっていうんですよね。はい、だからこの松茸ですね、この松茸もなくなっちゃったということになるわけです。なんでそんなことになったのっていうことになると、事実の8のところにあるんだけども、ここでですね、C が1回ですね、この落ち倉庫に入って、で、それで、簡易な、施錠だけして、で出てちゃったと言うんですよね。だからこの簡易の施錠ってのは普段通りの施錠です。先ほどの実の5のところでね、 B がちゃんと管理しなさいというふうに指示していて、でその指示には従ってないということになりますが、まあ、普段通りの一応施錠はしているということなんですね、これはね。はい、でそのね、普段通りの施錠をしてたら、そしたらね、泥棒に入られちゃったっていうことなんですね。はい、というこういうふうな事実関係ということになっています。はい、で、A がね、どういうふうにまあ反論していったらいいのかなっていうことになりますけれども、まあ、A としてはですね、いくつか考えられるんですよね。要するに代金払いたくないというふうに言ってるので、まあ、なのでその代金をね、その履行を拒絶するようなそういうふうな構成を考えればよくて、まあ、一つはですね、先ほどちょっと触れましたけど同時履行の抗弁ね、まあ、これは一応考えられるかなと思いますけども、まあ、今回ですね、もうそもそも松茸そのものがなくなっちゃってます。でさっき言ったように特定してます。特定したようになくなっちゃってる、履行不能なんですよね。履行不能なんで、なので、まあ、同時履行の抗弁って言ってもなくなっちゃってますんで、これは仕方がないかなという感じになりますけどね。はい、だからまあさっき言ったように同時履行の抗弁も書いたとしても本当一言だけなんですよね。だから大展開するっていうのは確かにおかしいはおかしいんだけど、まあ、だとしたら、ね、この9のところの A の反論っていうのは、まあ、ちょっとなんか書きぶりとしておかしいかなという感じはしますけどね。はい、であとまあ考えられるものとしては、A の側がですね、解除するというふうなね、そういうふうなことを言ってくる可能性あります。履行不能解除ですね。これはね、なぜか問題文ですね、出題趣旨に書かれてないんですね。採点実行にも書かれてないんですよ。これ不思議なんですよね。普通に考えたら、まあ、出題趣旨採点実感は後からお話しますけど、これは危険負担の問題してほしいということなんですよね。だけど、まあ、普通に考えたら、要するにその B が、ね、ちゃんと施錠しろと、二重に施錠しろって言ってるにもかかわらず、C がやってないんですよね。
やってないんで、なのでこれはその保管義務違反があるだろうということで、履行不能に基づく解除だと。で、解除すれば、ね、これは代金支払い請求権を消滅させることができますので、まあ、まずこっちかなって感じがするんですよね、個人的にはね。で、普通まあ、インプット講義なんかでは、ね、債務履行にならない場合に危険負担問題になるんだよと。つまり債務者に故意過失から既得事由があるんだったら、これはですね、債務不履行に基づくその、その解除だったり損害賠償請求が問題になるんでね。なので危険負担は問題にならないんだよっていうふうにね、普通インプット講義とかで言うと思いますけど、そこから考えたらまずやっぱり債務不履行責任を追及するってことになるのかなと思うんですよね。だから履行不能解除が出てくるかなという感じなんだけども、出てこないんですよね。出題趣旨見ても全然出てこないということで、まあ、だからなんか出題者もちゃんと理解してないのかなっていう感じはしますけどね。普通はまずはやっぱりここは履行不能解除でしょう。危険負担でももちろん構わないと思いますけど、まずはやっぱり履行不能解除かなっていうふうに思うんですよね。まずはその、債務者に故意過失が、まああればですね、債務者に故意過失があれば、これは、債務不履行の問題になって、で、ない時に初めて危険負担の問題になるというふうな、そういうふうな感じになってくるので、まずはやっぱり債務不履行解除かなとは思うんですよね。ただ、最終紙とかに書いてないということなんですね。困ったなということなんですね。はい。まあ、多分ね、出題者もちゃんと理解してないのかなっていうふうに思われるところいくつかあって、まあ、今言った債務不履行解除の点が全く出てこないっていうのもそうなんだけども、ちょっと出題趣旨の方を見ていただくとですね、何段落目って言ったらいいかちょっと難しいんだけども、ですね、上から数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 段落目かな。最も B による弁済の提供または A の受領地帯もしくは受領義務違反が認められることからうんたらかんたらって書いてある段落があります。この段落見ていただくと、その効果として対価期限の移転が認められると。そこでその旨の指摘と説明中の事実関係のもとでこれは認められることは述べたよと。これはいいんですよね、別にね。ただその後、目的物の滅失が B の既得事由によるものだとか、そもそも危険負担の適用がないと。いきなりひっくり返してくるんですよね。その前までずっと危険負担の話してるんですよ、この出題趣旨はね。だけど、そもそも危険負担の適用がないとか言っていて、それはそうで債務不履行の問題になるからね。だったら最初債務不履行解除だろうって感じがするんですよね。だったら債務不履行解除で、それが認められない場合に初めて危険負担の問題に流した方が自然なんですよね。だからちょっとこの、ね、出題者もちゃんと理解してないかなっていう感じがしますけどね。まあ、それだけ理解難しいって言い方もできるのかもしれません。だからここはすごくなんか論理的に違和感がありますね、この出題趣旨はね。はい、まあでもそのちょっとケチつけても仕方がないんで、まあ、一応債務不履行解除は書いてもいいと思いますね。別にそれダメってことは絶対ないと思うんで、出題趣旨採点時間に書かれてないけど債務不履行解除は全然ありだと思いますね。っていうか私はまずこれを書くべきだと思うんで、まあ、書かれてないこと自体が不思議ですけどね。まあいいや。で、一応その債務不履行解除の点は、まあ、じゃあ仮に、ちょっとまだ、あとがその債務者の故意過失があるかどうかって話でね、また触れますので、ちょっとまあ債務不履行解除の筋があるよってことだけお話しておいて先に進めたいなと思うんですけども、最終的にはね、これは危険負担の問題にしてくれと。で、危険負担というのはどういうことかっていうと、要するに B がもう、ね、A に対して、あ、逆か、A は B に対して、これ、末端5キロをですね、引き出せっていうふうに言えないわけですね。特定後に滅失しちゃってますから、まあ、履行不能になってると。で、だってすれば自分は代金払いたくないんだと、こういうことなんですよね。権連関係なんていうふうに言いますけどもね。自分は引き渡し請求できないだとすれば自分も金を払わんと、こういうふうに言いたいわけですよね。これが危険負担の主張ということになります。で、原則はね、その権連関係が認められるんですけども、534条がその例外を認めているということになるわけです。で、今回は、種類物がですね特定したという場合になりますので、なので、534条の2項ですからね、2項から1項です。ただいずれにしてもこの534条というものは、これは不当な規定だというふうに言われているわけなんですよね。なので、まあ、その制限をする、制限ないしは否定ですね、をしていくんじゃないかっていう話がまあ問題になるよということなんですよね。はい。まあ、それを論じてくれというふうに出題趣旨書かれていて、まあ、それは別に論じること自体は全然ね、私も異論はなくて、債務不履行解除が先だろうというところに異論があるだけでね。で、2つの方法があるというふうに書かれていて、1つはですね、まず、この534条を、まあ、2項1項ですね、直接的に全面的に適用するというふうな見解ですね。で、これに対してその534条2項1項の適用を否定制限するという立場があると。こっちはまあ学説の圧倒的多数説ですね。学説の圧倒的多数はこの立場に立ちますので、なので、まあ、こちらでいけばいいかなというふうには思いますけど、ね、まあ、直接的に適用するって考えてもなくはないということになりますよね。はい。まあ、ちょっとね、学説の圧倒的多数説がこの主体趣旨でいうところの2の立場になりますので、なのでこの2の立場でね、ちょっとここから先説明していこうかなと思いますけどね。
はい、で今回はですね、その534条の、まあ、2項から1項の適用というものは、まあ、ないということになるのかなと思います。なぜならば適用を、まあ、制限するって立場が一般的だと思うんだけど、危険の移転というものはこれは支配の移転とこれを、まあ、その結びつくっていうんですね、結合すると。だから危険が移転するときは支配権が移転したときだと、支配領域に相手方の支配領域に入ったときだっていう説明をするんですよね。でこれは具体的に言うと引き渡しだっていう立場がまあ一般的かなと、まあ、あとはその登記登録の、ね、移転とかそういうのも考えられますけれども、まあ、今回はですね、そういったものはちょっと松茸なんでないですから、ね、まあ、だから引き渡しってことになるのかなと思うんですよね、はい、で今回引き渡しもちろんなされていないということになりますので、534条の2項1項は適用できないと、ね、こういうことになるのかなと思います、まあ、ちょっとこの辺も、ね、見解によって細部に、ね、いろいろ差はあるんだけども、ニュアンスの違いはあるんだけども、大体今言ったように考えていいかなというふうに思いますね。はい、で今言ったように534条の適用がないとすると、そうするとまあ原則に戻ってですね、引き渡し請求権が消滅しているのであれば、代金支払い請求権も消滅するというね、そういうふうな形になりそうですよね。まあ、これが A が言っていることと。でただ、当然 B としてはね、それ納得いかないはずですよね。なので、他に何か使えるのがないかなというふうに探していけばいいんだと思いますね。で一つ考えられるのはやはり536条の2項前段ということになると思います。債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を失わないと、これですね。であともう一個考えられるのは、条文にはっきり書いてあるわけじゃないけども、受領地帯ですね、受領地帯の効果として危険が移転するっていうふうに言われますので、なので、まあ、それを主張してくるという可能性ありますね。ただここでもね、最終主張には536条2項の話書かれてないんですよね。まあ、534がダメなら536条2項に行くのが自然かなとは思うんですけれども、それ書かれてないんですよね。これもまあ不思議だなって感じですけどね。まあ、一般的に確かにこの場合はですね、履行不能そのものについて債権者に責めに帰すべき事由がなきゃいけないっていうふうに言われているので、単純に受領地帯あるだけじゃダメっていうのは一般的な考え方だからね。確かに536条2項前段は適用できないっていう見解は多分有力だとは思うんだけど、でも別に適用してもおかしくはないと思うんですよね。適用してもね、例えばその受領地帯があることによって536条2項前段の債権者の責めに帰すべき事由っていうものがある意味犠牲されて、で2項前段が適用されるって考えたら別に取れなくはないと思うんで、なんで久々これ触れてないのかなっていうのもよくわかんないですよね。はい、まあでも一応ね、536条2項前段もあり得るという気がしています。だから書いても罰じゃないと思うんだけどね。であとはさっき言ったように、その受領地帯ですね、受領地帯の効果として危険が移転するというふうなね、そういうふうな問題になってきて、でもってね、さっき見た、一番最初に見たようなね、最初の例の記載につながっていくっていうことなんですよね。でただ先ほど見ましたように、その目的物の別質が B の規制基準によるものであるときは、そもそも危険負担の適用がないよねっていう話になって、じゃあ規制基準あるのかなっていう話になって、でそこで履行保障の効果質なんかの問題につながっていくんですけどね。はい、ただ、まあ、冒頭言ったように履行者の故意過失の問題は本来はですね、履行不能解除のところでね、書くべきかなというふうな気はしますけどね。まあいいや、ちょっとそれは置いときましょう、ね。で最終時通りに行くと今言ったような流れになってきて、でじゃあどうなのっていうと、まずね、履行者、協議の履行保障になりますので、ね、なのでその履行者の故意過失うんぬんかんぬんみたいな話をぐちゃぐちゃとやる必要はないと思いますね。まあ短くでいいと思います、これはね。まあ多分立場によってね、これ違い出ないからね。例えばその独立性があるとか、そういう場合だったら別ですよね。例えばその C が業者で、でその運んでる間になくなっちゃったとかね、そういう場合だったら別ですけど、そういうわけじゃないんで、ここはぐちゃぐちゃ書かなくていいと思いますね。はい、ということで、まあ、結局ね、その B と C っていうのは一体としめればいいんで、 C についてね、義務違反があったかどうかと、規制基準があったかどうかというのを検討していけばいいのかなということになってきますけれども、じゃあどうなのということですよね。でここでさっきのね、例の鍵の云々かんぬんっていう話が出てくるんですよね。で特定物に関しては全館注意義務を持って保管しなきゃいけないと、400条ですね、があるので、まあ、全館注意義務違反は今回は間違いなくあるでしょう、ね、二重に施錠せよっていうような指示を受けているにもかかわらず施錠してないんで、なので C は全館注意義務違反あったというふうに言っていいですね。でその意味でいくと、まあ、規制基準ありそうなんだけれども、ただですね、まさに受領地裁の効果としてここは注意義務の軽減というのは一般的に認められると、事故の物に対する同一の注意でいいっていうのが一般的な見解ですから、それはまあ一応満たしてるのかなって気がしますね。なぜかっていうと、簡易な施錠なんだけど、これは普段通りの施錠ですから、普段はそうだったんだよね。だから B から特別に指示を受けたから、その二重の施錠っていうのはそういう義務が発生した、まあ義務というかそういうふうな作業が発生しただけであって、本来は普段はまあ簡単な施錠だけだったわけですからね。だから一応まあその事故物に対すると同一の注意ぐらいはね、これはまあクリアしてるというふうに考えていいかなと思うんですけどね。はい、というわけで今言ったように考えるんであれば、これは
その B のね、奇跡獣、まあ、C に奇跡獣がないから B にも奇跡獣なしということになって、結局ですね、これは受領地裁の効果として危険が移転するということになりますので、なので代金支払い請求権を消滅しないということになって、結局ね、請求は認められると、こういうことになるんですけどね、あ、多分請求認められるっていう結論にそんなに争いはないかなと、まあ、さっき言ったちょっと認定のところは若干ありますけども、そうじゃない限りはね、基本的にはね、そんなにまあ違い出ないかなっていうふうには思うんですよね。ただその結論に行き着くまでのプロセスがね、ちょっといろいろあるんですよね。はい、で、私個人 の理想的な筋としてはどう思ってるかっていうと、まずはですね、まあ、同時以降の神戸触れるかどうかはちょっとさておきですね、まあ、もし事実起源のところを重視するんだったら、まあ、触れるってことになるんでしょうけども、ね、まあ、一応その同時以降の神戸もし簡単に触れるんだったら触れて、でそれから、次に履行不能解除で、履行不能解除の文脈で履行保障の故意過失を書くと、でそれでさっき言ったように奇跡順なしというふうに書くと、だから履行不能解除はダメと、こういうことになりますね。で次に履行不能解除がダメなので、なのでじゃあ次のさらなる反論として、危険負担の反論が出てくる。つまり、自分はその代金支払い請求権、自分は引き渡し請求権を失ったんだから、だから代金も払わんと、代金支払い請求権も権利性で消滅するんだっていう、この反論になってくると、ね、で今言った反論が認められるかどうかというと、これは534条の適用の問題になってきて、で2項から1項ということになるんだけれども、ただ、その適用っていうのは制限されるということになりますよということになるよね。だから534条は使えないということになります。まあ、あと536条2項も使えないと、こういうことになるでしょうね。でただ、受領地帯の効果として、条文にはっきり書かれているわけじゃないけれども、危険が移転するということが書かれているので、その受領地帯の効果として、代金支払い請求権が存続すると。よって B の請求は認められる。多分この筋が一番ね、個人的には綺麗かなというふうに思ってますけどね。はい。まあでも、スタジオ紙はそういう筋じゃないんで、まあ一応回答はね、スタジオ紙通りに書きましたけどね。私個人は今言った筋が一番綺麗だと思ってますね。はい、まあ、というかそれが自然に思いつく方法だと思うんですよね。お互いの主張反論というものを考えると自然に思いつく筋だと思うんだけどね。まあいいや、ちょっとそんな感じでした。これが設問の1ですね。で、それから設問2に行きましょうかね。設問2はまあよくある問題っちゃよくある問題なんですよね、これはね。総講義のね、テキストにも書かれてますし、あとはまあ東連とかでもね、出したことあります、これね。同じ問題出したことありますね。全く同じ問題出したことあります。なので、まあ、よくある問題っちゃよくある問題なんですね。だからどっかで見たことあるって人にとっては、まあ、ボーナス問題だったんじゃないかというふうには思います。で、まずですね、事実関係一応ね、簡単に言っておこうかな。事実関係としてはですね、このコートラックに関するものなんですけど、コートラックというのは、この AD 間でですね、所有権留保売買がされているということなんですよね。で、AD が売り主で、A が買い主ということですね。で、そのね、具体的な中身というのが、事実の順とかにグダ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 といっぱい書いてあるということなんですよね。で、一応ね、ここもよくわかんないんだけど、A はね、なんかお金をちゃんと払ってるみたいなんですよね。事実の重鎮とかに書いてあるんですけど、お金をちゃんと払ってると。ね、まあ、遅滞してるってわけじゃなさそうなんですよね。だけどね、今 A はどこにいるかよくわかんないらしいんですよね。そんなことってあんのかなって気がするんだけどね。だから今 A はどこにいるかよくわかんないらしいんですよね。事実の12とかですね、それから事実の14とかですね、この辺りに書いてあるんですけど、その なぜかね、 A の所在はよくわからんと、まあ、本当にそんなことあんのかなって感じですけど、まあ、一応そういうふうな前提なんですね。だから金は払ってると、毎月毎月振り込みはされてるんだけれども、ただまあ、場所は分からない、居場所は分からないと、まあ、こういうことみたいなんですよね。はい、まあ、そういう状況ですということです。で、まあ、支払いはまだ続いているという、そういう状況ですよね。はい、一応A の居場所は分かんないけど支払い続いているので、なのでその残債務についてですね、期限の利益喪失しているとか、まあ、そういったようなことはまあないということなんですよね。はい、でそして、問題になってくるのが、目的物、この、所有権留保売買の、ね、目的物のコートラックがですね、これが E のですね、兵と地、山林ですね、この上にあると。でそこで E がですね、これをどかしてくれというようなことを言っているということなんですよね。で、E としては、D 名義になってるんで、D に対してですね、ごどかせというふうに言ってるんだと。ただ、D が、あと E のように反論していると。A との間で所有権留保売買契約をしたので、私はコートラックを撤去すべき立場にないと。その立場にあるのは A だと。登録名義はまだ私にあるが、そうだからといって、私がコートラックの撤去を求めることにならないと。求められることにならないと、こういうふうに言ってるんだと。言うんですね。で、さらにその D は A の場所、所在は知らないというふうに言ってる。これさっき言った通りですね。はい。でただ、まあ、金は払われていると。ね、さっき何度も言いますけど、金は払われているんですね。これ結構大事なんですよね。だから何度も言ってるんですけど、金はまだ払われているんだということで、残債務について、だから弁済期が来ているとか、そういうことはないんですよね。はい、でちなみに E も A の所在を把握できていないということで、まあ、どういったのかわからないというね、まあ、ちょっと奇妙な状況ではありますけどね、ただ金は払われているということなんですね。はい、
さて、で、まず括弧1で聞いているのが、あの D の発言がこれが正当なのかどうなのかということですね。でこれはまあ平成21年の最高裁の判例知ってるかどうかを聞いてるんでしょうね。まあ、一応スタジオ氏によると平成21年判例通りじゃなくてもいいよというようなことが書かれてますけども、まあ普通にいけば平成21年判例通りでいくんでしょうね。で平成21年判例によればですね、残債務の弁済期前後で分けて考えるというふうなね、そういうふうな考え方を取っているわけですね。残債務の弁済期来てるんだったら撤去しなきゃいけないけど、来てないんだったら原則としてこれは撤去しなくていいよと、こういうふうな考え方を立っているわけですよね。で、まあ、今回先ほども言いましたように、まだ残債務の弁済期は到来してないということになるでしょう。ちゃんと金を払ってるんで、だから重要なんですよね。なので、まだこれは撤去する必要はないと、 D は撤去する必要はないということになる。だからまあ A が撤去するということになるので、なので D の主張は正当ということになるんですよね。これはね、まあ、特段事情っていうのは何なのかっていうね問題ちょっとあるんだけども、まあここはそんな触れなくてもいいのかなと。まだ判例上もよく分かんないところではあるので、なので特段事情云々かんぬみたいな話はねそんな触れなくてもいいかなと思うんですよね。はい、まあこれは本当平成21年判例を知ってるかどうかということだけを聞いてる問題じゃないかなと思うんですよね。まあ、あえて言うと平成21年判決はですね、これ建て替え払いが絡む事案だったんだけど、今回みたいな事案にもね、今回みたいな普通の所有権留保売買にも射程を及ぶと言われてますので、その点も特にまあ問題ないですね。だから平成21年判例ままでいいのかなというふうに思いますこれね。はい、で次に括弧2のところで、仮にあの D の発言が正当であると認められるものとした場合、 E の請求は認められるかと、事実14の過線付した E の D の発言を踏まえつつ理由を付して回答しなさいということですね。でこれ聞かれているのは E の請求が認められるかどうかということですね。括弧1ではこれはあの D の発言が正当かどうかを書き終わったんですけども、括弧2のところでは最終的には E の請求が認められるかどうかを書かなきゃいけないですね。そこちょっと注意が必要ですね。でその中で E の D の発言についての投票を検討すると、こういうことでしょうね。で E って何かっていうと、登録名義はまだ私にあるが、そうであるからといって私がコートラックの撤去を求められることにならないというこの部分ですね。はい、でまず前提としてあの D の発言は正当であるというふうにしていますので、なのでこれは要するに撤去義務を負うのは A であって D ではないということになる。平成21年判例っぽく言うんであれば、これはその高トラックを占有処分する権能は A が持っていて D は持っていないんだということになります。でこの点について最初紙はですね、次のように言っていてですね、ちょっとその引用部分見てほしいんですけど、高トラックの通常の所有権を有していた D が A との所有権留保売買契約により高トラックの所有権を実績に喪失したということを前提として回答しなさいということですね。だから所有権はもう移っていると、こういう状況ですね。でただまあこれもちょっとなんか論理の飛躍あるかなって気もしなくはないんですけど、っていうのは平成21年判例はあくまでも所有権留保権者のその占有処分権限について判事したものですから、所有権がどうなったのかっていうような話は特に言ってないんですよね。まあ、もちろんその占有処分権限持ってるのはイコール所有者だっていうことかもしれませんが、それははっきり言ってないので、あくまでも撤去義務とか、あとは不法行為についてもね問題になってるんですけど、それとの関係で所有権留保権者の権能がどうなったかっていうことしか言ってないんですよ。まあ、だからこのね指摘はなんかちょっと論理の飛躍があるかなって気はしますけど、まあ一応その前提でいきましょうね。なので所有権は移ってるんだけれども、実質的に所有権を失ってるんだけれども、ただ登記名義だけ、あ登録か、登録名義だけが D に残ってると、こういうような状況だと。まさにこれは平成6年の判例の状況と類似するということで、まあそのロジックが使えないかという話をここで論じておけばいいんでしょうね。でまあ、これは知らなくても気づけるかなというふうに思います。まあ、知っててほしいなと思いますけどね、総抗議では普通やってる話なんで知っててほしいなと思うんだけど、まあ、知らなかった人はちょっとねこの問題を機に知っといてほしいんだけど、まあ、知識として仮に知らなくてもね、知らなくても十分現場で対応できた問題じゃないかというふうには思いますね。平成6年の判例法理の、規範と理由付けだけ知ってれば、それを本件に及ぼすことができるかどうかを考えればいいんでね。はい、さてで平成6年の判例が適用される条件というのは、まあ、大きく分けて2つあると言っていいでしょう。一つは建物の登記名義人が自らの意思で所有権取得の登記を経由していると、これが1個目ね。でそれからもう1個はですね、第三者に所有権を移転した後も引き続き登記名義を保有していると、この2点なんですよね。これがまあ言うなら規範です、ね、ちょっとまず規範の当てはめだけやってみましょうかね。でまず先ほど言いましたように所有権はもうすでにですね、移っちゃってるよということですよね。でにもかかわらず、登録名義があると。だからまあ2つ目は OK でしょう。でさらにですね、じゃあその登録名義を自らの意思で、経由しているのかどうなのかと。
ということですけれども、これもそう言えますよね。その事実の13のところを見ていただきますと、コートラックが D 名義で自動車登録されているというふうにねあります。まあ、ちょっとはっきりね、その D が自分の意思でその名義を経由したかっていうのは、まあ、はっきりは書かれてないですけれども、ただまあそう見て間違いないのかなと思うんですよね。なので一応その平成6年の判例が本件に及ぶとすれば、まあ、その登録登記名義を登録名義っていうふうにね置き換えることがもしかに許されるんであるとすればですね、まあ、今回に及びそう、本件に及びそうだということにはなるんでしょうね。でじゃあ本当にこの平成6年の判例の射程が本件に及ぶんだろうか、まあ、これを考えていくということになるんでしょうね。さてで、まあ、その射程を考える際やっぱり理由付けですね、理由付けを考えていくというのがいいんだと思いますけれども、ちょっとね、そのレジュメのところで引用部分下線部引いてあるところをね見ていただきたいんですけども、一つはですねこれは対抗関係にも類似したようなそういうふうな関係になるじゃないかということですよね。まあ、これは本件にも一応当てはまるというふうに言っていいのかなとは思いますね。であとそれから実質的所有者を探求するのは難しいじゃないかということ、これもまあ当てはまりそうですね。本件は A の所在を把握できませんから、ね、把握できていないわけですから、これも当てはまりそうだと。ちなみに平成21年判例の事案はこれ当てはまらなかったんですよね。平成21年判例はその誰が今実質的所有者なのかっていうのは分かってた事案になるので、そこはね平成21年判例との事案の違いになるんですね今回ね。ただですね、次の平成6年判例の最後の理由付けは当てはまらないのかなというふうに思います。つまりこれは何を言ってるのかっていうと、これは要するにその所有権を移したんだったら早く名義も移せよと、別にその難しくないじゃんというふうなことを言ってるんですよね。で今回どうなのっていうと、それはできません。なぜならばこれ所有権留保売買ですから、ね、契約条項でいくところの、2ですよね。あくまでもその担保としても取ってるわけですから、なんか当てはまらないですね。なのでやっぱり射程は及ばないと考えるのが自然かなというふうに思いますね。でそう考えないとおかしいですよね。そう考えないとどういうことが起きるのかということですけれども、ちょっとね、このスモール ABCD というふうにレジュメで振った部分を見てほしいんだけども、今言ったように考えないとですね、あの B のところですね、留保管理主が所有権留保権者への弁済を続けているという、そういうふうな状況、まあ、今回そういう状況ですね。所有権留保権者として目的物の引き渡しを留保買い主に求めることができないと、つまり、まだ占有処分権限を持ってないという状況、まさに今回の状況そうだよね。そういう段階であっても撤去義務を負わされるということになります。それはやっぱおかしいですよね。なので、まあ、そういうふうな理由付けから考えても、この平成6年の判例法理は今回に及ばないというふうに見るべきでしょう、ね。これがまあ素直な結論かなと思いますし、学説の多数説もそういうふうに考えています、ね。なのでまあ今言ったような話を書いていただければいいんじゃないかと思うんですよね。ということで結局 E の請求というものはまあ認められないと。だから E の D の発言も正当ということになるんでしょうね。はい、だからまあ結局 A も E もこの発言は正当ということになるんでしょう。ね、はい、まあ、今言ったような話を書いていただければいいんだけど、まあ、知識持ってれば十分それで解ける問題だったかなというふうに思いますね。一応平成21年判例との違いということでいくと、先ほどお話ししましたように、ですね、その実質的所有者探求の困難性っていう話は一応本件に当てはまると。平成21年判例の事案は実質的所有者が誰かって分かってた事案なので、そこは違うというふうに言える。であとはまあ平成21年判例の事案は弁済を怠った途中で弁済を怠ったっていうのは事案なんで、まあ、今回まあ弁済続いてますからその点も違うと言えますけどね。ただまあおおむね平成21年判例と平成6年判例の話を知っておけば十分対応できた問題だっただろうと、まあ言うならボーナス問題かなというふうに思います、この問題はね。はい、まあ、実際にその私はねその通りに出したことあるということなんで、わけですけども、まあその通りに出すっていうのは要するにまあ予測がつきやすいってことなんだよね。まあ所詮ね私もそんなに別に民法学説に詳しいわけでも何でもないんで学者ではないですからね、その私がまあね当てることができるっていうのはまあなんていうか、たかだか知れてるんですよね、やっぱりね。まあ一予備校講師が当てることができるっていうのはそういうふうな問題がたかだか知れてるんですよね。なので、まあ、その意味で言ってね、ああ決して難しい問題じゃないというふうには言えるかなと。まあ、その意味でいくと設問1みたいな問題もね討論に出したことは何回もありますので、まあそんな難しい問題じゃないのかなというねところはありますけどね。はい、いいですかね。というのが設問の2でした。
で、それから設問の3ですね。これがまあ一番難しいといえば難しいと思いますね。まあ、配点が25しかないんでね、そんなに合否には影響しないと思いますけど、まあ、難しいといえばかなり、まあ、難しいと言っていいかなと思いますね。まあ、相続法だっていうことだけで難しいんだけど、さらにそのね、合理的な意思解釈、遺言の合理的な意思解釈というようなところまで求められてますので、結構難しいかなという感じですね。で、事実関係だけちょっと整理しておきますと、C というのがですね、被相続人なんですよね。で、積極財産として、提供金が3つあって1200、600、200ですね、あるということですね。で、ここが、相続人ですね、F、G、H というのがいるんだけど、ただ H は排除されてますので、もう相続人ではなくなっているということになるんですよね。ここポイントですよね。 H はもう相続人じゃないんだっていうことね。はい。で、負債としては、消極財産としてはですね、 B に対する300万の管理入金債務があるよということですね。だから積極財産が、3本の定期預金と、それから消極財産が300万の負債ということになる。で、その後まあ C が死んでですね、で、そしてですね、この、300万の借入金なんですけども、相続人の一人である F が全額弁済するんですね。で、そこで本件では聞かれてるのはね、ちょっと説問の方に移っていただくと、F は C が B に対して借り入金300万全額支払ったことを根拠に、G に対していくらの金額の支払いを請求することができるかということですから、まあ、求償したいということになるんでしょうね。これはできるのかということね。これを聞いてるんですね。はい。で、あとそのね、説問では本件遺言について、遺言の解釈をしなさいというようなことが言われています。で、この遺言なんだけど、実の20のところに書かれていて、これのね、解釈が難しいんですよね。まず1で、私が残す財産は1200万、600万、200万定期預金、ここまでいいですよね。で、遠方2のところで、遠方に住みながらいつも気にかけてくれた F には G よりも多く1200万の定期預金を相続させると、こういうふうに言っています。で、それから G には600万と。で、 H はまだ反省が足りないと、排除の意思を変えられるものではないと。だから排除の取り消しとか、まあ、そういうものはね、特に書く必要はないということになるんでしょうね。ただまあ最近結婚したから200万の定期預金を与えようと、こういうふうになっています、ね。これがどういう意味なのかということを考えていかなければいけないんですよね。はい。で、H はまあ分かりやすいですね。H が一番分かりやすくって、H はさっき言ったように相続人ではもうないということになる。排除されていて、で、しかもその排除の意思を変えるつもりはないと言ってますから、だから H は相続人ではないと。なので、これはもう遺贈だということにならざるを得ないでしょう。相続人ではないものということになりますから、遺贈、もう遺贈、特定遺贈ですね。特定遺贈と見るしかないということになるでしょう。H はだから簡単なんですよね。だからまあ正直この借入金債務との関係であんま関係ないです、 H はね。 H はあの借入金債務300万との関係では、これはあの相続人じゃないんで負担しないはずなんでね、だから200万もらっておしまいっていうことになると思いますね。その意味ではちょっと書きにくい差は残るかもしれないね。 H についてのその遺言の内容っていうものを書いても、結局 H は相続人じゃないんであんまり意味がないっちゃ意味がないんですよね。まあ、ちょっと書きにくいかもしれないね。で、関係があるんだから F と G ということになるんだけどもね。で、このいわゆる相続させるめの遺言というのは、判例によれば遺産分割方法の指定ということになります。なので、まあ、この1200万600万の定期預金というのは遺産分割方法の指定だと、まあ、特段の事情があればね、遺贈という可能性もありますけど、今回は特段の事情はないのかなということになるので、遺産分割方法の指定ということになるんですよね。で、ただそれで終わんないですよね。それで終わんないと。今回聞かれているのはあくまでもその負債の方なんですよね。消極財産の方なんですよ。この借入金300万、これを誰がどういう分担で、まあ、さっき言った F と G なんだけど、 F と G がどういう分担でこれを負担するのかっていうことが聞かれてる、ね。まあ、原則としてはこれは金銭債務です、まあ、預金債権でもないですから、まあ、預金債務でもない、銀行じゃないんでね。なので、あの、まあ、預金でも何でもないんで、なので、まあ、普通に分割されるということになるでしょうね。だから、これは150-150ですね。150-150で、まあ、普通だったら相続されると、これはまあ原則ですね。150-150、これでいいのかっていう話なんですよね。で、ここはちょっと頭使ってほしいところで、なんでわざわざこの本件遺言のね、解釈をさせてるのか。で、さっき言ったように遺産分割方法の指定なんですけどね、なんでそこを解釈させてるのか。あくまでこれって積極財産についてしか言ってないじゃないですか。で、今回聞かれてるのは何度も言いますけども、消極財産の方なんですよ。消極財産の方なのに、消極財産の方が問題になってるのに、なんで積極財産についてわざわざ問題で聞いてるんだろうと。ここはやっぱりね、あの、気づいてほしいとこかなと思います。例えば、ね、
一つの、まあ、現場での数字としては、まあ、遺産分割方法の指定っていうのは要するにその相続の枠内でやりなさいと、遺贈っていうのは相続飛び出てますよね。だけど遺産分割方法の指定は相続の枠内でやりなさいということになるから、だからこれもこういうふうな配分じゃなくて、やっぱり200、100で分けろと、これも1対2で分けろと、こういうふうな意思なんじゃないかと、ね、こういう回答ありなんじゃないかなと思いますね、現場レベルで言ったらね。遺産分割方法の指定ってもともと判例はその遺言者の意思ですね、遺言者の意思っていうものを重視してそういうふうな解釈を取ってるの でだとすればこういう感じで、負債についてもですね、同じように200、100で分けろと、これが C の意思なんだと、こういうふうな回答は評価されるかなと思いますね。まあ、一方でですね、一方で今回あくまでもこの本件遺言で言ってるのは積極財産だけなんだと、しかもその F は遠方に住みながらいつも気にかけてくれたと、だから財産いっぱいあげたいと、だとすれば、ね、この負債についてまで多く相続させるって意思はないんじゃないだろうか、こういう見方もあると思うんですよ。だからやっぱり違うんだと、やっぱり原則通り、負債は原則通り、積極財産のところだけ F は多め、負債は同じ、これでもありだと思いますね。これはこれでありだと思います。今言ったことを書ければ、まあ、非常にね優れた答案ってことになると思います。で一応回答正解筋としては今言ったものをさらに超えてですね、実はこの遺産分割方法の指定っていうのは相続分の指定も含むんだと、ね、相続分の指定も含むんだと、だからその相続分の指定が行われているので原則としてさっき言ったように2対1で分けるから負債も2対1になるんだよと、これが一応回答筋なんですけどね、まあ、言ってることはそんな変わんないですよね、言ってることはそんな変わんないんだけど、今言ったように遺産分割方法の指定っていうものが相続分の指定まで、相続分も変更させる、法定相続分も変更させるんだと、そういう趣旨まで含むんだということ、これを書いてくれっていうのが一応正解筋なんですけどね、はい。まあ、ただそこまでできた人は、ね、多分いないんじゃないかなって気がしますね。再現見る限りもう結構ぐちゃぐちゃだったりしますので、なので、まあ、今言ったところまでできる人いないのかなって気がするんですよね。だからさっき言ったぐらいのレベルで十分だと思います。遺産分割方法の指定ですよってことを書いて、でこれは遺言者の意思、 C の意思ってものを重視するんだよねという話書いて、でだとすれば負債についてさっき言ったように2対1で分けろというふうに、そういうふうに考えてもいいし、いやいややっぱり F はこれはありがとうという趣旨でいっぱいお金を分けてるんだから、だからその相続財産についてはこれはやっぱり150-150なんだ、これはこれでありなんですよね、どっちでもいいと思います、これはね、はい、そういうことを書ければ十分じゃないかなというふうな感じはしますね、ということでした。だから設問さん結構難しいですよね。いいですかね。まあ、ただ25点しか配点がないんでね。なので、まあ、そんなにこうね、大けがにはならない問題じゃないかなとは思いますけどね。はい。ということでした。よろしいでしょうかね。じゃあ、ちょっと回答の方を確認していきましょう。で、まず設問1ですけど、先ほど言いましたように、これは私がね、本来書くべきだろうと思っている数字とはちょっと違う数字で書いています。数字通りの数字で書いています。でまず、その A の、まあ、主張といいますか、ね、A の反論といいますか、まあ、これは、まあ、危険負担のところから入っていて、まあ、つまり引き渡し請求権が消滅してるんだから対関係にある代金支払い請求権も消滅するだろうということ でじゃあまず引き渡し請求権消滅するのという話ですけれども、特定があるよということ で消滅しますよねとですね、だとすれば対関係にある代金支払い請求権を消滅するのは原則だよねと、権連関係ね、でただ534条という条文があるのでこれは適用されないかとされないと、なぜならば支配の移転がない、引き渡しがないからということですね。でただ、受領地帯があるよねということ で一応ね、受領地帯については法定責任説ベースなんで、なので、これの債権者の記載事由いらないと、コートラックがなんでなくなったのかって本件一応書いてないんでね、まあ、その点も一応触れときはしました。まあ、スタジオ紙かどうかちょっと微妙ですけど、一応ね、なんでコートラックがなくなったのかよく分かんないんで、ただ、まあ、記載事由関係ないというのは書いておきました。債務不履行説だとね、記載事由要求する立場もあるので、まあ、てかそっちが有力だと思うんで、そうするとそもそも受領地帯成立しないって可能性も出てきますけどね。はい。で、それから、ですね、ただ、債務者の記載事由がある場合、B の記載事由がある場合には、危険負担の適用ないよねということで、で、じゃあどうなのというふうな話で、で、C は履行保持者だよねということで、で、全館注意義務としてはダメだけど、事故物に対する同一の注意だったら OK というふうに書いて、だから結局、受領地帯の効果で、代金支払い請求権の消滅って、まあ、移転し、消滅しないと、代金支払い請求権は消滅しないということになるので、なので、支払い請求は認められるという結論にしましたということですよね。はい、まあ、本来はねこの筋はおかしいっていうか、まあ、この順序はおかしいと思いますけども、まあ、一応ねそういうふうな順序で書けというふうに最初に書かれてますので、これで書いたということですよね。はい、
あと、冒頭で言ったように、その引き渡し期日の延期の合意とかね、まあ、全館注意義務の軽減、が認められるんじゃないか、その放棄が認められるんじゃないかと、全館注意義務 の軽減の放棄とか、まあ、そういうふうな話っていうのは特に書かなかったですね。まあ、本番だったらちょっと書くかもしれないけどね、もしかしたらね。ちょっと気になるので、その事実関係ね、さっきの、事実の4とか5とかのあたりですかね。このあたりはちょっと事実関係として気になるので、もしかしたら本番ちょっと書くかもしれないけどね。はい。で、設問2の括弧1ですけれども、これについてはね、もう完全に平成21年判例通りで書いています。ね、平成21年判例をちょっと短くね、書いてますけどね。まあ、妨害排除請求の相手方誰なのかということで、現に権利の実現を妨げているもの、またはその妨害排除、まあ、妨害状態を除去しうべき地位にあるものだよということで、で、所有者はまあ原則としてこれに当たるけれども、今回は、留保所有者だと、所有権留保権者だということで、まあ、どうなのという話ですよね。でここは、その弁済期の戦後で、分けて考えると。弁済期の、が到来しているかどうかで分けて考えるというふうなね、そういうふうな考え方で言っています。で、特段事情はまあちょっとね、まあ、内容もよくわからないところですし、そんなに触れなくてもいいのかなということで、本当にね、短くだけ触れているという感じですよね。で、D の主張は正当ということになります。で、それから、括弧について、まず原則としてはね、これは所有者じゃないと本来妨害状態除去できないんだけれども、ただ例外的に、この平成6年の判例の法理があるの でこれでね、今回は、その例外的にですけども、その D が登録名義持ってるということで、相手方にならないだろうかということ でその理由付けをね、それ書いています。今回じゃあその理由が妥当するんだろうかということで、確かに実質的所有者の探求困難という点はこれはまあ、 妥当しそうな、ね、感じはありますよね。あとはその対抗関係類似っていうものに妥当しなくはないのかなということですね。で、ただとは言ってもですね、さっき言ったようにその登録名義の移転の形態というのはこれはまあ当たらないでしょうね、本件はね。なぜならば所有権留保売り主ですから、もう仕方がないということですね。で、あとはそういうふうに考えないと、弁済続いている間もう撤去義務を負うということになっておかしいということですね。はい、ということで、イノディの発言正当でイノ請求は認められないというふうになります。これでいいと思いますね。まあ、平成21年判例と、あと平成6年判例ね、これはまあしっかり勉強しておけば十分解けた問題だろうと思います。あと、設問さんはさっきね、お話した筋で、まあこれほぼスタイル紙のコピペなんですけども、その筋で書いてますので、あとは読んどいていただければいいかなと思います。まあ一応ね、そのざっとだけ見ておくと、相続させる旨の遺言というのは何ですかという話で、遺産分割相互の指定だよねと。いうふうに書いて、で、遺産分割相互の指定で、さらに相続分の指定も含むんだよねという話をね、書いて。まあ、特段事情があれば別ですけど、ね、相続分の指定を含むんだよねと。特段事情っていうのはね、一応認められなくはないです、本件はね。回答では一応なしとしましたけども、さっき言ったように、積極財産についてだけ遺産分割法の指定をしているというふうに見れば、相続分の指定は伴ってないっていう言い方もできるんでね。はい。あと、H については排除されてますので、なので、特定依存になるんだよっていうふうに書いて、あとはその債務がですね、これ過分債務なので、分割されて承継されると、当然分割ですよね。が起きて、で、F は200、G は100ということになるので、なので、求償請求できる額はこれは100万ということになります。一応、根拠は不当利得返還請求にしておきましたよね。スタイル書は事務管理っていうのにしてましたけど、まあ、事務管理は一般的には不当利得かなと思ったんで、まあ、不当利得というふうにしておきましたと。です。はい、いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれとしましょう。